今日は24かな4月あ7月の23かな4かな分からんっす。はい、で今朝も朝通り雨でしたね。土砂降りで、まあ、だいたい今9時半だけど8時半ぐらいに止んで、それから晴れ間がこんな感じで出てきたんで、はい、まあ今足場板を速攻で塗装してしまおうと思ってやってますね。まあ今日はここから始まりますね。はい、今回はですね、いよいよ徐々にできてきますね。ウッドデッキが徐々に、まあ、形というか、手を成していく、そんな回ですね。まあ一応ブルーシート剥がして、裏返して、まあ一応、確か塗ったのかな？あ、塗るのか。これから塗るんだな。クレオソートを塗ると思います。でもやっぱりその、なんだろうな、防腐剤って塗ると違いますよね。何が違うって、濡れた時のなんか感触違いますね。まあそれは多少は染み込んじゃってはいますけど、なんかあんま変色をしないですよね。まあそりゃ茶色く、まあ塗料だから変色してるっちゃ変色してるんでしょうけど、まあ防腐剤が多少膜っぽいのを作るんですよ。あの乾くとなんか少しねカリカリってする表面なんですよね。塗料がもついてるんで、もちろん。なのでまあそこら辺を加味すると、やっぱり防腐剤って塗った方がいいんだなって思います。で、今、あ、でも動画が追いついてないですね。で、これを組み立てた後に、まあ長い間、物置として使ってはいたので、まあ白いペンキで今またコーティングしてありますね。まあ10年はこれ変えたくないんで。よし。あ、全部。塗り終わりましたね。で、まあ、ちょっと板が濡れてた分、多分薄まってるような気もするんですよね。めちゃくちゃ濃く塗ったはずなんですけど、そんなに色が変わって、もうちょいね、クレオパワーといえど、もうちょいこう濃く色がつくはずなので、であとは空を見ても、まだ今、天気雨がパラ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 来たりパラパラするんで、だからちょっと、まあ、ギリギリまで乾かして、またパラッと来たら、でも一瞬パラッと来たらもうそのままザーッと来るからどうもしょうがないよな。ただまあ一応、まあ、乾きやすいんじゃねみたいな、そういうような積み方にはしておきます。まあ、クレオソートじゃないですね、クレオパワーですね。まあ、クレオパワー自体がそんなに着色塗料じゃないんで、まあ、濃い色はつかないですね。なんで重ね塗りをしてます。やっぱりもう一回打ち付けたら長く持ってほしいんで。これらを、ごめん、根だを打ってなくて根だを塗っていくわ。まあ一応風、雨風にさらされること前提で考えるんで、とりあえず防腐剤を塗ってます。で、防腐剤塗った上から、これっすね。スーパーコート、まあ一応屋根用かな、屋根用のペンキを塗ります。で、なんでかって言ったら屋根用のペンキって膜を作るんだよね。で、その膜でその材が雨風とかあと雪とかそういうものになるべくダイレクトに触れるようにはしたくないんだよね。まあ、そっちの方が塗料が日光とか紫外線で痩せてで、まあやがてはこの木の地肌が出ちゃうけど、厚塗りしておけばこの材のね自体が傷つくまでの時間が稼げるので、まあそんな感じでやってみます。はい、まあこれですね、やりたかったこと。まあこれは根だですね。後々足場板、ウッドデッキの足場板も白のペンキで塗ってます。まあ、もうそろそろちょっと重ね塗りしたいなと思うんですけどね。まあ現時点で10月の1日です。この動画を作ってるのは10月の1日なので、明日はですね、ちょっと青森行って、雨のち晴れレインボープライドっていうイベントに参加をしてきます。なので急ぎでこれ動画を作ってます。
防腐剤を塗ってべちゃべちゃに塗防腐剤で、まあ、コーティングまでしてきたらいいけど、まあ、防腐剤じゃコーティングできないんで、まあ、べちゃべちゃのべちゃべちゃにしたやつを乾かして、でその防腐剤の上からこの屋根用のコーティングができる、塗料でまた1ミリぐらいかな層ができるぐらい厚塗りしてます。まあ、そうするとそのペンキを厚塗りした分の寸法っていうのは狂うんですけど、まあそれ以上にさすがに5年以上は持ってほしいんですよ、このウッドデッキ。で5年経ったらもう1本追加して、あのもうちょい窓際にくっつけて、まあ、作り直そうかなっていう構想もありますね。下の根だとか大引きですね、あれが無事であればあまあいいんですけれども、まあ大体1年2年でウッドデッキが腐ってほしくないですよ。ここまで手間かけたもんだし、あのわざわざ解体するのも手間なんで、まあ、それはそれで嫌なんですよね。まあ一応動画の左側かな、あの蛇口の下ら辺に黒いビニールマルチを敷いてます。でこれは湿気対策ですね。まあ、湿気が上がってきて、あの材を湿気させないようにはしてます。あーでもまあカビちゃうかな地面が。でそうすると蚊とかね、いろんなボウフラとか湧くのかな。でもボウフラって湧かないよな。まあ衛生的には悪いくはなりますよね。だって土乾かないんだから。でまだ屋根も乗っけてないから、まあしゃあないかなっていう感じですね。まあその分あのブルーシートかけて、あんまり濡れてはいないと思うんですけどね。まあ何分水を吸いやすい元々の水田だった土地なんで、まあそれはまあどうもこうもないですね。これ音が聞こえるのよ。ちょっと腫れかけてんだけど、あといってザーって来ないんでね。いやマジめんどくさいこの振り加減。とりあえず今日でウッドデッキをもう来週から明日でも来週でも天気が乾いて、ね、天気が良ければさっと作れるような状態にだけしておきたいんだよね。まあ、こんな感じです。まあ、一応またこれ値段なんだけど大引きが3本しかなくて、まあ、一応足場板が、まあ、持つっちゃ持つんだけど足場板だけだとちょっと間隔が広いんよね。だからそうすると足場板だけであの踏ん張る形になるから腐った時には多分バキンってね行きやすいんと、防腐剤とあと塗料かな、屋根用の塗料だってなるべく材が大事に触れないようにしたいんだけど、バイタの上に、まあ、下にちょっと根だを両端2本1本板1本ずつ2本ずつちょっと敷いてみようかなって感じです。やっぱりその板の厚さが全部違うんで、それをなるべくフラットにするためにもそんな感じのことをやりますっていうので、今これはそうですね、シロアリ対策と、まあ、あとは風化っていうか、まあいずれは腐るんだけどそれまた時間稼ぎのペイントみたいな感じですね。いやでもこの微妙な雨の降り方で何分かなってやまねえな。こういうのが一番ね、はい、さっき中断したんだけどね、中断したのにこれですよ。でまだ降ってきそうなんだよね本当にね。ここ1日に通り雨がね、2、3回普通に来るってどういうこと。通り雨って3回だよ。しかも1回の量がバーって降ってサッと降る。それ勘弁してほしいよね。ここをやっていきましょうか。まあここの床だね。はい、だからこれフロアをまずはおこもりベッドの補強でも補強かな、補強とあとはここのフロアをやっていきますか。やっていきます。それとちょっと雲行き怪しくなってきたんで中入ってみました。でまあ中にも中は中で、まあ、やらなきゃいけないこと満載なわけですよね。で
動画の中ではこれはおこもりのベッド空間のうちの一つになっていまして、そうですね、まあこの杉の材ですね。でこれ本当に売れないのかって聞いたら、いや売れないらしいっす。あの規格外っていうものですね。まあお米とか農作物でもね、まあ、過去の農業バイトもやったことあるんですけど、それでやっぱりあの規格に収まらないものって売り物にはなしちゃいけないんだって。むしろね、岡山だっけな、西日本行った時はあれだよね、訳あり材マーケットだっけな、なんかねそういう安く売ってる場所があるから、そこ行ったらねなかなか浮くんだよね、財のお金が。だからそういうところに出せばいいんじゃないんですかって聞いたんですけど、秋田にないんだって、そういうのが。だからまあそういうところも含めて、まあラッキーだなーって感じです。まあ逆にこういうところを現金ができれば、まあ業者の方は嬉しいんでしょうけどね。だって何分今は木材が高騰してるから。あ、でもいいのか。外国産の材の方が、高いから国内産の材が売れていいのかな、まあ、ちょっとそこら辺わかんないけれども、まあ、とにかくね、これはこれでもうぶった切ってぶった切ってぶった切って、まあ、いろいろやってますね。で、まだ、僕は何だったっけな、マグロール、ウール製の断熱材をバンバンバンって貼って、そこに養生プラダンですね。ウールって意外と毛が空気の中に舞うんですよね。だからそれがちょっときついんですよね。だからウールの毛が舞わないように養生プラダンで、カバーしてます。まあ、そうすることで断熱と断音が遮音かな、音も実は結構カットできるん で、これ隣が僕の管理人部屋なもんで、まあ、音をどうにか遮断できないかなっていうような感じでやってますね。もうこれ結構ハマりましたね。でもちょっとおこもり空間のベッドは多少厚みが出た分狭くなっちゃいましたね。まあ僕が寝てみた感じ気にはなっていません。はい。まあ今回こんな感じですね。やっぱりリフォームをやるにもね、壁、特にテイカル版で若干匂うこの押し入れどうするかっていうところが、まあこれまた問題というか課題でして、まあタイムリーですよね。しかも規格外にいたのでわざわざくれるっていうのは、まあこれまたありがたいことで、まあこんな感じでリフォーム頑張ってます。バイバイ。